ご乗車のこのレンスは18時33分発、京急川崎横浜方面エアポート急行に進出しています。京急蒲田まで空港線内各駅に停まります。品川方面には行きません。踊り間違いにはご注意ください。品川方面は向かい側2番線から41分発で快速高砂行きをご利用ください。品川方面には行きません。戻り間違いにはご注意ください。品川方面はその後44分発で快速高砂行きをご利用ください。Thank you.
行新九州行です。本線上岡まで先に参ります。上岡で快特岬九州行きの待ち合わせをいたします。次は京急川崎です。京急川崎の次は京急鶴見に停まります。鶴見市は失礼いたしました。八丁なんで鶴見市はお出かけ様は普通をご利用ください。京急川崎、京急川崎です。川崎大臣小島新店方面、第一行きのお客様は下のホーム3番線54分発、小島新店行きをご利用ください。京急川崎の次は京急鶴見に停まります。途中駅お出かけ様は左側4番線停車中、普通に宮田行きをご利用ください。本電車は上大岡まで先に参ります。上大岡でこの後に参ります。快特岬口行きの待ち合わせをいたします。降り口は左側です。
北、京急鶴見、京急鶴見です。京急鶴見の次は神奈川新町に止まります。途中駅上のお客様はこの後57分発、それではプラザ駅をご利用ください。
発で止めて出かけたのは19時8分発で裏半期8分発です。この列車は岡崎駅上大岡で外部から待ち合わせがありました。
場所で4分発で降ります。ここは2番線19分発普通浦和駅へお越しください。東武線は快速発車を発車、先の発車は2番線から快速へ1分発車です。この電車の東武駅発車は17分です。発車までしばらくお待ちください。
途中通過する京急富岡でお乗りのお客様は、この後23分発で普通に長崎へ出
Thank you.
Thank you.